夏だよ。夏です。夏といえば何ですか。夏といえば海、ブブー、花火、ブブー、アイス、ブブー、何ですか。山地からの誕生日。あ、夏イコール山地からの誕生日イコールね、うん、食べ物祭りなんて。ちょっと待って。でも今日はね、山地さんに聞いたじゃないですか、はい、何が食べ物食べたい。食べ物食べたい。私のリクエストをお願いしてもよろしいですか。はい、行きます。さあ、さから始まるトラブル。ハッピー！山下さん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、素晴らしい。これでね、31歳年を取って。ちょ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 、サーティーワンアイスさんなんですけども、サーティーワンアイスさんですけど、全種類を用意しました。どうぞ開けてください。あ、もういいんですか。ちなみにさっき開けた時に結構、はいはい、ドライアイス事件が開けたんですね。だからちょっと開いてるんですね。ちょっと危ないかなと思って、どんなもんかなと思って、開けてみました。優しさで開けて、はい、開けてみます。私リアクションやってんの。オープン。うわドライアイス事件ですね、これ。ドライアイス、これ。直接だから危ないから。直なんだ、ドライアイス。ドライアイスは直接倒すと危ないよ。危ない。気をつけて取り出してください。はい、わかりました。すごい。やったー。これ全部食べていいんですか。これ全部食べていいんですか。ねえ、無理。無理じゃん。もう無理。スプーンの量も尋常じゃないですけど。いや、すごいね。72本つけてくれた。72本ちなみにその31なんですけど、31種類はあって、プラスもう1種類のお店限定なのかわかんないですけど、なのでここには32種類のアイスが到着してありますね。いや、もう人生最大のこんにちはの回数。こんにちは、こんにちは。これ、インターネーションがおかしい。いや。それでは、はい、いただきまーす。じゃあさすがにね、さすがにじゃない、サーティワンパーティーちょっと行ってみますね。いただきます。なんだこれ。なんこれ。なんかミント系の爽やかさと、でもミルクの感じがすごくあるね。タクチメール。私より先に。私大好きこれ。ポッピンシャワー。ポッピンシャワー、いただきます。でもうまい、うまい、うまい。めっちゃミルク系。こんなにうまいの。ポッピングシャワーってうまいよね。あ、そう、ポッピング。なんか放送事故やって。本当にみんなであのちょっと音声で言うのね。アロハチョコクッキー、これも7月8月限定フレーバーですね。いや、素晴らしい。いただきます。いや、うまっ。これね、アカデミアナッツの風味のフレーバーなんだって、うん、あー、だからか。ナッツのフレーバーです。なんかナッツ系がすごいしっかりくるなと思いましたよ、うん、思いましたよ。これ食べたら気分はハワイ行きだ。なんだそれ。いいよ、好きなやつ選んで。マジ、うん、じゃあこの毒ダミ。いや、こちらコットンキャンディ、わたあめっていう。すごい。あれですね、毒です。違います。いただきます。アイスなのにわたあめ。なんこれ。こちらいいレインボーシャーベット、7月8月限定フレーバー。いただきます。うわぁ、常夏。これ結構フルーティーな果実かも。これ結構フルーティーな果実かも。そろそろじゃあチョコレート、ロッキーロードですね。ロッキーロード知ってるな。ご存知。レーンテンシュッとロキ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 。余計しかない。余計しかない。いただきます。はい、うまい。アーモンド、マシュマロ、チョコレートで。マシュマロだ。今びっくりしたもんだって。なんかポケねえもの口の中にいるなって思って。アイスのクエリ。これにしようかな。いただきます。もうバナナやん。やばい、私もバナナ食べたわ。あ、イチゴ食べた。すごい。マジそのまんまだね、バナナ&ストロベリー。え、サーティワンってこんなうまいの。久しぶりだもんね。いつもなんかどっか遊びに行った時も、私がサーティワン見ていいなって言うと、あ、行ってくればいいじゃん。そうそうそう、私待ってるからみたいな。そう、待ってるからみたいな。全然興味で関係ないですみたいな。いや、サーティワンを1回来るのか2回我慢して本買う。本買う。買うなよ、食えないもの。こちら夏フレーバーいいんじゃないですか。サンセットサーフィン、7月8月限定フレーバーですね。あ、いいね。いただきます。完全にライチだ。塩ライチ風味の青に打ち寄せるココナッツ風味の白い波だって。差し込む夕日はパイナップルリボンということで、しゃれ込み。確かに、なんかサーフィンってさ、何悪口。名前がおしゃれじゃん。なんかライチパイナップル
それでいいじゃん、今泣いちゃった。でも見てよ、サンセットサーフィンだよ。だってサーフサンセットじゃない、サーフィンしてんだよ。滑ってんだよ、なんか。あの、王道クッキー&クリーム。行きましょうよ。最高のスタート食べてしまった。クッキーが醍醐味だよね、これはね。クッキー醍醐味ですね。クッキー取れなかったからもう一回行く。そうだよ、醍醐味に。ねえ、いただきまーす。あー、安定だ。お風呂入ったみたいな声出すのやめてくれる？ラブポーションって言うんじゃない？ラブポーションって何？なんかラブ21みたいな。何それ？え、ラブレボリューション。全部違うことある。ラブレボリューション、ケンディアン。ブレ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 。おい、柔らかいアイスになってきたかも。みんなさん、みんなさん、やばい、急がなきゃ。いただきます。7歳の味する。何の味なの？甘くてチョコレートで可愛い味する。あ、でもわかる。7歳が描きそうな絵の味する。絵の味ね。あずきだー。あの、実は私あずき苦手なんですよ。そうなんですよ。ちょっとこれからはあのアイスが溶けてっちゃうのでインサートを割愛していきます。いただきます。いや、あずき嫌いだけど一口二口だったらうまいかも。少ねえ。正直な猫です。じゃあこれアップル、すごい色。3歳児が描いた絵みたいな。これもいただきます。うわ、なんかいた。やめない。私も探しに行きました、飴を。うん、うわ、飴あんま、なんか焼きリンゴみたいな。焼きリンゴだ。いただきます。うーん、こんなトーストの味するの。すごい。え、すごい、パンじゃん、もう。これあのあれだね、あの、私サーティワン行きたい、私食事したい。じゃあ、オグラと。いやいや、なるか。いただきます。マジ高級。あらららららら、風味が。どこでしょうか。カカブブー。3歳になってるって。それは気持ち悪いね。申し訳ない、24歳なのに。いや、25だったんですけどね。ああ、そうじゃん。そうだよ、みんな忘れてない。じゃあ、あんただけだよ。これみんな覚えてるよ。山内君25歳パーティー出しとく今ば。バーティーバーティー。いただきます。はい、マジでボックスで欲しいわ、これ。マジさっぱりや。あなたさ、チョコミント食べれますか？食べれないんですよ。チョコミントって何みんな食べるの？食べてみて、食べてみて。いただきます。歯磨きをしたいんだ。違う違う。え、食べたことってない？みんな歯磨きねえよ。第三者。いただきます。チョコや、本当に美味しい。すっごい濃いわ。いただきます。2種類の豆をドリップしてらっしゃるそうです。あ、うまいわ。うまい。コーヒー作ろうとしてるんです、さっきは。絶対そうだ。1個のさ、アイスにさ、2種類の豆ドリップしないよね。アイスで口がもう動かないわ。凍ってきた。嘘でしょ。いきましょう、ハワイアンクランチ。ハワイアンクランチ7月限定フレーバーですね。あ、サワイ、サワだ、サワイ。何？サワイはハワイ強い。夏だからよ。いただきます。いただきます。むっちゃココナッツ。しかも超カシューナッツだった。お菓子食べれないと思う、こんなに。それが最高。いただきます。爽やかー。あぶねー。いただきます。いただきます。うまっ。え、もう本当にあの絡みつく。いただきます。非常にシンプル。牛乳コーヒーみたいな。確かに。いただきます。超うまい。私ピーナッツ食べた。チクルミ。ナッツがね、5種類入ってるみたいです。うわー、すごい贅沢。皆さんもどのナッツが入ってるのか楽しみで食べてみてください。終わり。終わり。いただきます。え、まずピカチュウだわ。こんなブラックホールから望むピカチュウ。肝心のアイスの味忘れちゃった今。おーい。リンゴと乳酸菌のヨーグルト風味のフレーバーらしい。いただきます。チョコレートだ。いただきます。うまい。本当にアイスって具が入ってれば入ってるほどうまい。こんなにしっかりチーズケーキを入れてくるのがすごい。ありがとうございます。いただきます。うん、ラム風味のシロップなんで。あ、そうなんだ。ラムじゃないみたい。おしゃれな味。こればっかり食ってたらいい女になれそう。いただきます。カスタードとシュー生地のフレーバーです。あー、甘っ。いただきます。チョコマイスって全部うまいんだね。全部うまい。ちょっとこれいきます。いきましょう。ベリーベリーストロベリー。ハッピーアイスクリーム。これだ。いただきます。すごーい。マジなんかイチゴミルクみたい。これうまー。プラドが出てたよ。いただきます。
京都福寿園の味。じゃあ最後に、いやー美味しい、美味しい、美味しい、食べてない、いただきます。すべての源と言っても過言ではない。こんなにバニラの味がしっかりしてるのね、バニラって。こんなにバニラの味がしっかりしてるのね、バニラって。てかさ、バニラをさ、そしたらさ、何にもなくなっちゃったんだけど、再登場していただきましょう。それではレジェンドたちです。結局さ、何が一番美味しかった？うわー、私結構このサンセット。山地さんは？全部あうわー、でも夏梅雨はあ一番ないかも。これね、あの全部あのチュウさんにプレゼントいたします。ダメですよ、うちは口つけたもの。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。25歳の抱負をどうぞ。25歳は YouTube の登録者を YouTube の登録者を10万人にしたいです。いやだー、それでは幸せな誕生日を皆様ありがとうございました。お誕生日おめでとう、コメントお待ちしております。お待ちしております。イッテQ に出れるために頑張りますので。絶対出ます。出ます。これからも応援よろしくお願いします。以上、手作りパンの山内方。ハッピーさん、コメコメ、ありがとうございました。最後のハッツ高すぎて。